ておったが、巫女崩れとその仲間めがゴキブリ並みの生命力だの。バールと二人で私を騙したんですね。プレセアか、お前がその小さい体でクルシスの奇跡を作り出してくれていればもっと大事にしてあげたのですがね。消えなさい。まあそう生きり立たずに投影機を見なさい。これからちょっとした水中ショーを見せよう。やめろ、今すぐ海水を止めるんだ。無駄だ。お前たちがここに乗り込んできたわけは分かっていますよ。大方我が魔導法を無力化しようというのでしょう。残念でしたね。魔導法へ続く通路は海水で満たしてあげましたよ。そんなことのために牧場の人たちを見殺しにしたの？許せない。デザクシの命など知るか。魔導法はクルシスの奇跡があれば完成する。あのトールハンマーさえあればユグドラシルもクルシスも恐るるに足らんわい。目障りな救いの塔も魔導法で崩れ落ちるだろう。救いの塔を破壊して一体何になるんだ。お前たちのような下等生物には関係のない話だ。私はようやくクルシスの奇跡を手に入れたのだからな。どれ、まずはわしが装備して奇跡の力を試してやるわよ。恨まないでよね。放置してはダメよ。水に飛ばれる。ブレンド。ブレンド。こがれきさくせ。ボトン。魔実験ファイアボール。終わらなくてよ、今よ。ほらよ、水に飛ぶぞ。スプレッド。トガレキさん、行くわよ、ナース。チリズナ。ヒールストリーム。決まれ、ランドダッシャー。行くわよ、決まれ。ターゲットシャープ。ファイアボール。ヒールストリーム。トガレキさん、させるか。今助けます。アトラスサークル。ダックブレイク。決まれ、ヒールウィンドウ。神経。
行くわよ。ドーティゲットシャープ。新発見だわ。リダレクション。キレイ。ダイヤモール。無駄無駄。ルート。受け取りだ。ゲームウィンドウ。コマンダ。ハッピー。おとかい。おとかい。安らかに眠れ。なんとな。なんという不満。私の体が、体が朽ち果てていく。騙したな、プロネーマー。貴様たちも道連れだ。いけない、自爆装置だわ。爆破するなってボータさんが言ってたよね。くそ、止めるんだ。無理です。私たちの中でこの機械を扱えるのはリフィルさんぐらいしか。俺様たちはテスヤラ生まれでも魔科学の仕組みなんざほとんど勉強しねえからな。先生。分かっています。でも一人では追いつかないわ。我々が引き受けようぞ。お前たちはそこの地上ゲートから外に出て脱出するのだ。ボーター、無事だったのか。そんなことは後でいい。早く外に出ろ。お前たちがいては足手まといだ。分かった。大変だ。あそこのドアを開けてやらないと。ダメだ、開かないよ。どけ。ボータたちだわ。水が来ることを知っていてわざと鍵をかけたのよ。どうしてですか。扉が開けばここにも水が押し寄せてくる。ここは見れば分かる通り天がドーム状に覆われているわ。水の逃げ場がないのよ。私たちを助けるため。そんなのダメ。なんとかできないの。くそ、見ているだけなのか。自爆装置は停止させた。ボータ、あの扉を開けろ。俺たちで上のドームを破壊すれば。我々の役目は大いなる実りへマナを注ぐために各地の牧場の魔道路を改造すること。それもこの管制室での作業をもって終了する。
お前たちよ、我らが成功したことをユアン様に伝えてもらわねばならぬ。そんなことは自分で伝えろ。いいから扉を開けやがれ。真の意味で世界再生の成功を祈っている。ユアン様のためにマーテル様を永遠の眠りにつかせてあげてくれ。ダメ！なんてこった。皆さん後ろ！用の飛竜でしょ。自爆システムの解除で檻が開いてしまったんだ。いかん、奴ら来るぞ。クソ、恨まないでよね。今助けます。アトラスサークル、いつもので行くぞ。無駄よ、決めたらどうしよう。ミトスがここに。レアバードで脱出してください。詮索は後にしましょう。ああそうだな。ミトス、やっぱりミトス。でもどうして、さっきの攻撃は。それにどうしてレアバードを。ごめんなさい、僕やっぱり心配でみんなの後をつけてたんだよ。それでレネゲードって人たちにお願いしてレアバードを貸してもらったんだ。でもあのものすごい攻撃は。あれは僕にもわからないよ。僕は笛が聞こえたからどうにかして中に入ろうと思って必死でドームにファイアボールをぶつけただけなんだ。そ
したら突然金色に輝く鳥がやってきて僕を助けてくれたんだよ。金色に輝く鳥？まさかアスカ？まさか精霊がどうして？どういうことなんでしょうか？まさかと思うけど、ジーニアスが吹いた笛の音がアスカを呼んだのか。ミトスの笛は？どうかしら。その笛自体を調べてみないと何とも言えない。それよりみんな休んだ方がよくない？パルムコスタに戻ろうよ。僕ニールさんに黙って出てきてしまったから謝らないと。そうだな。詮索しててもわからないし、とりあえず行くか。ああミトス、ありがとう。君が来てくれて本当に助かったよ。ミトスってすごいんだね。うん、そんなこと。僕ミトスと友達になれてよかった。